っていつぐらいまで持ちますかね。ガルパはもう、ガルパはね、もう運営がちょっとどうするつもりでやるかで長さが変わる。まあだいたい3年、まあやろうと思ったら本当あと4年5年でも持つんだけど、そのだから損切りよね、どこでって言った時に、そのもう利益がもうこっから先どんどん多分赤字になっていくなってなって切るって考えたら、まあちょっと3年をめどにみたいな。ただもうあとはもう何も開発とかはもう今あるそれこそ 3D ライブとか 3D 衣装のそう開発だけを続けていって、であとまあキャンペーンを豪華にしてとか、まあちょっとアベムジカどうするか分かんないけど、本当に忖度せずに言うとよ、こうガルパのね、このね今のクオリティなら他のそれこそ最前線張ってるゲームアプリと比べても、別になんかこう圧倒的にこのガルパっていうゲームは他のゲームに比べて、まあジャンルとかもあるけど何かが劣ってるっていう部分はないんですよ。まあ、強いて言うならリズムゲームだったら、まあ、今当たり前にある 3D ライブのクオリティがやっぱ他社の方がやっぱちょっと綺麗、ね、画質とかあの動きとかが綺麗っていう部分があるから、まあ、それがちょっとやっぱりガルパはどっちかというと他社のものに比べると 3D ライブが若干ちょっと荒いところがあるなっていうのはあるけど、まあ、一応このゲームってキャラクターコンテンツのゲームでもあるんだけど、ガルパってほらキャラコンテンツとしてももう今ねだいぶ成熟しきってしまったんだけど、まだ言うてもさ、まあ、トレンドにちょっと入ったりとか、まだ SNS だったらファンが多くいる状態だし、最近ほらもう迷子が頑張ったおかげでまたそのキャラコンテンツとしても再度浮上しつつあるって考えると、よほど運営が本当にそのブシロードゲームズ、まあ、ブシロードがもうガルパーに手を抜いたりとか本当バカをしない限りはコラボとかキャンペーンとか多めにやったり、まああとはアベムジカもアニメとかあるけど、ああいうの頑張れば、まあ3年10周年ぐらいまでは俺は普通にこのままでも戦えるとは思う。まあちょっと運も要素もあるけどね。ただね、俺ねちょっとねガルパってここはやっぱ弱いなと思うのがあるんだけど、あえて言うなら、あの他のそれこそまあプロセカとかウマ娘とかいろんなね第一線で戦ってるアプリとキャラコンテンツとして、まあ、これちょっとやっぱ弱いなっていうのは、配信者とかイラスト描く人とかこう二次創作をする人なんだけど、これが減ってるところがちょっと厳しいかなと思う。そこがやっぱちょっと、あーここがちょっと他とは、まだでもガルパは多い方なんだけどね、まだ全然多い方なんだけど、まあ、年々減ってるところがあるからちょっとそこがっていう話です。最近の売れるゲームってもちろんあの面白いは絶対条件なんですよ。面白いとか、まあ、あとはまあ革新的とかもあったりするんだけど、まあ、面白いはもう大前提でも、面白いだけじゃもう売れない時代になってんのよ今のこの時代。ほんと俺この時代って新しいものを売るのって本当に難しい。今あるものも売るのって本当に難しいと思ってて、もう今いろんなコンテンツが溢れてるコンテンツ飽和時代だから、その中でもこう宣伝に力入れたいとか、もうあとは運もちょっと絡んだりとかあるんだけど、そう、その中にもやっぱり二次創作っていうのが多分ちょっと俺は含まれてると思うんですよ。比較対象がちょっと強すぎるのもあるけどね、そのウマ娘とか、まあ今で言ったらブルアカも二次創作が熱いですけど、ブルアカ、まあプロセカとかも多いね。まあああいう第一線で戦ってるそのキャラクターコンテンツアプリに比べると、まだでもまああれよ、イラストを描いてる人はまだ多い方なんですけど、そうは言っても多いと言ってもね、でもねやっぱりね俺は思うのよ、迷子のおかげでね迷子描いてくれる人が増えたって感じだね。迷子描く人めちゃめちゃ増えた。なんかやっぱり X 開いたらとにかくよく流れてくるのは迷子のイラストみたいな。だから既存のバンドはまあだいぶ減ってる状態ではあるかなと思うかな。でね、もう壊滅的にやばいのは配信者。これはね笑えないぐらいやばい本当に。強いて言うならあのマーシーって人が頑張ってるぐらい、まあ、あとユダさんとかもね、あの一応配信とかやってますけど、あとは企業案件でその有名な配信者の人に配信してもらうしかない状態。まあまだでも案件で配信してくれる人がいるし、ある程度それで数字残してるからまだマシではあるんだけど、
やっぱちょっと良くない状態ではあるよねとは思うんですよね。理由は何個かあるんですよ。配信する人が少ないっていう理由が、まずはこのゲームは生配信すると楽曲の著作権で収益ができません。スパチャだけしか収益ができない。だからスパチャもらえなかったらもうタダで配信してます。でリズムゲームの配信するんだったらガルパよりユーザー数の多いプロセカの方がチャンスがあるんで、正直ガルパで配信するよりまだプロセカの方が見てくれる人が多い可能性がある。再生数とかそういう面でなかなか数字が取れない、この3点が基本的にはガルパを配信する人がいない主な理由です。本当にね、よほどガルパが好きな人しか配信してない状態だから、まあね、そのめちゃめちゃ配信者がゼロってわけじゃないんですよ。ただね、よほど本当にガルパが好きな人しか配信してない。でも基本的にはやっぱりそのまあうちのチャンネルもそうだけど、少人数で配信しちゃうとどうしてもこう内輪での配信になっちゃうからね、こう身内の配信になっちゃうからなかなか新規が入りづらくなっちゃって、その配信者はもうそれ以上数十があんまり望めないんですよ。だいたいもう身内であの小さく細々とやるから、そうね、だからあんまり数字が望めないんですよ。でこれを言うともうずっと俺数字大切ですよって言ってるんですけど、じゃあ結局愛じゃなくて数字かよっていうオタクの方もいらっしゃるんですけど、数字って俺すごい大事で、ちょっとこれ自分に置き換えて考えてほしいんですけど、例えばよ、皆さんがなんか絵を描きます、イラストを描ける人だとしか考えて、そのイラストあれすごい時間かけて1枚作るんですよ。もう本当にもう3日とかかけてね、もうずっと作りますよ。じゃあ3日かけて作ったガルパのイラストを X に投稿しました。いいね数10でした。あれ結構ショックよ。頑張って作って投稿してなんかあんまりいいねつかなかったっていう、全然つかなかったってなったらあれ結構ショックなんですよ。で今度は3日かけてプロセカのイラストを頑張って描きました。いいね数1万つきました。どっちが頑張れますかって話なんですよ。そう、じゃあどっちが頑張れるかって話で、例えばいいねとかリポストが増えればそれだけで例えば多くの人に自分の作品を見てもらえるし、まあ、あとはなんか普通にねイラスト描いてる人だったら例えば依頼とかね、そのなんかアイコン用のイラスト描いてくださいみたいなそういう依頼が増えたりとか、まあ、例えば同人誌作ってる方がいらっしゃったら同人誌植えたりとかして活動を頑張れるわけですよ。で動画投稿とか配信も似たようなもんですよね。結局まあ、動画編集自分も作るときに、まあ、動画によっては2日3日かけて作るものもあれば、まあまあ2時間3時間でできるものもあるんですけど、まあ、配信するのにもやっぱり時間とかお金がかかってますから、そのやっぱり数字を取れないとやっぱりモチベーションは保てないし、やっぱ続けていけないと思いますよね。だから数字ってすごい大事で、ワンチャンそのちゃんと数字を取ってたら、あ、何このコンテンツ今熱いんだみたいな、ちょっとじゃあ自分もやろうかなって言ってワンチャン配信する人も増えます。だからマーシーさん言ってましたよ。やっぱマーシーさんやっぱりちゃんと数字のことをある程度考えながらやってるって。でも今は昔のねガルパは他にも配信とか投稿する人がいるから、その人の動画とか配信を見てくれた人からこう自分の動画を見に来てくれる人も多かったんですけど、今はもう自分のその投稿した動画、例えばガチャ動画を投稿したらその動画を伸ばそうと思ったらもう誰も投稿しないから、もう自分が他の動画で頑張って出して自分の動画から自分の動画に行ってもらうしかないって言ってたわもう自分が頑張らないと他の自分の動画が伸びないって言ってた。すごい頑張ってんのよマーシーって人。ショート動画の時代じゃないですか今。YouTube ってロング動画よりショート動画の方が見られやすい、ロングがなかなかこう見てもらいにくくなってる時代で、ロング動画をメインで出してアクティブ数が、まあ、イベントアクティブが十数万人のゲームでその再生数1万からまあ2万再生とか取ってるのってこれ普通にすごいからね。だから人も奇跡って言ってたわ、もうここまで来たら。